高木拓也のイメチェンしよっか。今日は彼の髪型を変えちゃいます。オーシャン東京本店アシスタント入社1年目の内藤拓磨です。よろしくお願いします。なんかよく髪切ってくださいって言うから、じゃあ YouTube で切ろっかっつって、で変えちゃおうっていうのは今日です。今日今3ヶ月ぐらいずっと切ってなくて、今年入ってからずっと前髪を上げているので、そろそろ下ろした感じも誰かで見てみたいな。モテ用、モテ用でお願いします。で自分でもアイロンの練習した方がいいから、はい、ちょっとそういう変身できる感じでしょうか、はい、自分の髪の毛使って説明できるようになった方がいいんで。彼女いるの？僕は今いないです。作りたいですけど仕事始まってから全然出会いがない。まあ確かに毛多すぎだもんね。毛のラインが列多いもんな。普通の人が10列だとしたら、はい、お前もう15列ぐらいあるから。この頭の形は慣れてなかったら難しいよね。完成です。ルーズタバカンマッシュです。あんまりこう決めすぎないあの動きと、タバカンふわっとマッシュみたいな。首が結構長くて顔ちっちゃいんで、ここの襟足を切って締まるようにして、多分女の子も決めすぎちゃうと緊張しちゃうんで、ふわっと決まってるなぐらいの方がいいかなと。ダイヤモンド型にしてるんですけど、ダイヤモンドの形をこの耳の上にこの外羽を作ってあげると顔がさらにグッと締まるんですよ。普通よりちょっと上に上げてあげると顔がさらにちっちゃく見えて、頭もちっちゃく見えるんですよ。ちょっと春はこういう太い束と軽い感じが人気になると思うんで、洋服こういうカジュアルのも着るし、プライベートはシャツとかあのニットとかきれいめな服も着るんで、多分1個の髪型よりはこういうラフに動かせる人、あのさらっと耳かけれる人、前髪こうふわっと上げれる3パターンはやれた方がいいんで。今日のワックスはオーバードライブとエアーです。とかしっかり手のひらにこう伸ばしてつけてください。しっかり手のひら伸ばして後ろから、後ろつけて横つけてトップつけて、前髪浅い、あと全体をなじませる。これはこの毛質の場合は3分です。こう散らす感じを3分。手にワックスがなくなってちょっとベタベタして拭きたいなぐらいで初めて前髪を触ります。でそれで散らしてあげるともう束できてるんです。これは結構簡単だわ。親指で押してください。親指で、はい、親指のかっこいいですね。そうかっこよさなんですおお客さん、やりたがるんじゃない？お前のスタイリング次第。そうです、うん、頑張ります。ちょっとやさぐれてたんですけど、これを機にちょっとモテ系男子になろうかな。彼女ちょっと募集中でお願いします。そうですね、めっちゃ来た。チャンネル登録よろしく。